はい、えー、今日はですね弱体化打撃ということで金打撃イベントが始まりましたのでやっていきたいと思いますがはい今回はですねまあエキスパートレベルということで推奨生物レベルが21から25なので、まあ、若干少し優しい区はありますが今回はですね、えー、戦場を使って相手の牽制アビリティにカウンターをかけようというふうに書いてるんですけど果たしてどんなものか見ていきましょう。 はいまず1つ目がクーラスクスですが、まあ、こちらが厄介なのはですね、まあ、あの減速か牽制かということで攻撃力か移動速度かがね落とされるんですけど減速、まあ、3ターン落とされるってことと。 で牽制もですね2ターン落とされるということでスピードも127とまあまあ早いのでこれにやられるとちょっと厄介ですということでこれは最初にですねエル、あのー、リドか何かの耐性持ちで行くのがいいんじゃないかなと思いますよね。 はい、これが1つ、そして2つ目ですが、えー、モノロフォサウルスなんですけど、これも厄介なのは、やっぱりですね、あのここにありますように、攻撃力や、えー、を落とすけん、えー、制攻撃ね、これが両方ある、まあ、弱体化唾液ですよね。 これがあるので、まあ、体勢持ちでいきたいなと思います。そして三つ目ですが、これも同じくですね、えー、牽制攻撃があるということで、はい、えー、ここでですね、スクラブ効果があるので、ここをですね、防げるかどうかなんですけど、巷の予想ではクーラスクスから出てくるので、えー、能力乗車効果を無効化できるスクラブ効果を相手が打ってくればですね、意味がないんですけど、 はい、ということで、えーまあ、ここはですねどうしようかなでも耐性持ち2つ出しておいた方がいいと思いますので。 まずエルリドとですねそして一撃離脱の連携技ですねこの2つのドラコとそしてトリオですねトリオはちょっと最初に出してもいいのかなと思ってるんですがちょっとねこの怒涛の攻撃を打ちたいとこなんですけどこれやられちゃうとですね元もともこもないんですがこれそしてでただねこれ AI がやってくるので多分止めないと思うんだけど まあ出してみましょうそして最後なんですがここね難しいとこなんですけどスピードも含め、えー、っとそうですね、まあ、ここ悩むとこですねそろどろ出すか悩むとこなんですけど、まあ、スピードの面では勝っているんですがそうですね、えー、ここはちょっとパワーのそろどろを出しておきましょうかはい、えー、ではこれで行ってみたいと思います ははいではですね最初、何から出すかちょっと悩むんですけどえー、とここはどうしようかなはい v d、えー、ドから出しましょうはいまずはですねクーラスクスに対してはい、えー、2倍を打っていきますが、まあ、2倍でこれねちょっと倒しきれないのではい、えー、どうしても向こうが1回来るんですがただスピード落とされませんから。 ここで普通に1個打っておけばですねはい強い、えー、次また2倍が打てるので次2倍を打っていけばいいと思います、えー、モノロフォだったら2倍打てばですね倒せちゃうので全然問題ないでしょうとはいここで2倍倒せればですね次一撃離脱と、えー、ドラコンの、ね、合わせ技ができるので もうこれで落勝だと思います、はい、えー、これを打っていきましょうはい、はいこれで自動交代でドラコンになってますから、まあ、この技でですね、落、えー、勝なんじゃないかなと思います、はいまあ危なげなく、えー、いきましたね、もう全然あのトリオとかそろどろまで考える必要もなかったですね、はいでは、報酬見ていきましょう。 はい、まずはコインからでしょうか。はい、コインが出ますかね。はい、えー、1万3000、嬉しいな。コインが最近なくてですね。あ、ディロフォですね。ディロフもね、こんないらないんだけどね。<laughs> はい、えー、ディプロカウスも僕はいらないです。フーラスクスもまあ、いらないですね。<laughs> ディプロ、これはあ,のありがたいですね。はい、そして、えー、クーラスクス。あ、こういうのばっかなんだね。 はい、そしてあモノロフはねすごい嬉しいですね。はいということで、えー、今回の金楽イベントはまあ、えー、ソロドロ出してもいいけど、えー、ルリド・ミナスドラクを2つでまあまあいけるんじゃないかなと思いますので是非、えー、皆さんもね挑戦してみていただければと思います。はいありがとうございました。